はい。皆さんごきげんよう。ドクター完熟、篠崎4丁目校、西小岩校の小株と申します。よろしくお願いいたします。この動画ではですね、速読英単語中学版の、えー、交通信号の色の変遷というね、タイトルで動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと扇風機止めるか。<laughs> 雑音が入ってしまうのでね。はい。ではね、あの、早速始めていきたいと思います。これね、あのー、 説明の紙がね、6ページまでありますので、ちょっとね、巻きでいきたいと思いますので、お願いいたします。はい。ではね、早速、1番からやっていきましょうか。皆さん大丈夫ですかね聞こえてるかなこれね。ちょっと、ピンマイクがずれてしまったので、待ってね。はい。じゃあね、説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。え、hey,、today we can go when the traffic light is green. という文章ですね。まず、 ここで大事なのは、えっと、today はいいですね。これは、今日。今日じゃなくて、今日って意味ですね。we can go. ここは主語、動詞で、えー、私たちは、行くことができるだよね。で、when の説。こっから、こう、when が始まって、最後までですね。これはもちろん、何々するとき、という when の部分ですね。で、何かっていうと、 The traffic light. トラフィックライトっていうのはこれね、信号機のことです。信号。信号でいいかな ?is green. グリーンはね、もともと緑って意味なんですが、信号の緑と言ったらこれ青を表すので、青って訳しちゃおうかな。まあ、緑って訳してももちろん大丈夫ですね。なので、これどういう意味かっていうと、今日、私たちはね、と。信号が青の時、 は進むことができるよねって言ってるわけです。まあもちろんそうだよね。赤の時に進む人はちょっとやばいですね。危ないですね。青になったら進めるよね。次。This is one of the common rules all over the world.This はこれはって意味で主語で、is が動詞ですね。これが動詞です。v です。これはなんとかですって意味ですね。でね、one of なんとかっていうのは大事で、なんとかのうちの一つって意味ですね。 で、コモンっていうね、あのー、単語が出ているんですが、これはね、あの、共通のぐらいで覚えておくといいですね。公のって意味もあるんですが、まあ、共通の公のどっちも一緒の意味ですね。ルールはルールでいいです。これはルール。規則。って意味ですね。で、all over the world は知らなかった人は覚えておいてください。これね、世界中でっていう意味です。よく使います。 In the world とね、一緒によく使うかな。インザワールドは、これ世界でって意味かな。でと。で、オールオーバーザワールズってなったら、これ世界中でってまあほぼおなじ染みなんですかね。あの、ということになります。なので、これはね、世界中の共通のルールのうちの一つですよね。ということになります。これって何を表すか、もちろん前の文ですね。 青になったらいけますよってことなんですね。じゃあ次ね。But do you know that a different color was used at first? という、これ疑問文かな。do で始まってるからね。しかし、あなたは知っているか。何をざっといいかですね。ここのざっとがね、こう塊になってね。えー、っと、ここ最後までですね。つまり、ざっといいかということをあなたは知っていますかっていう意味になります。で、あ、different。different いいですね。違った。 異なったって意味です。カラーは色ですね。違った異なった色が、はい、ここ大事です。ただね、さらっと行きますもう、B 同士プラス過去分詞系が来ているので、ここは受け身系になっております。こういう小さいとこね、見逃さないようにね、で過去系ですね。なので、使うじゃなくて、使われたんです。 もう一回いね。ここからね。違った色が使われたんですよ。アットファーストは重要な熟語で、これは最初はっていう意味で最初にとか最初は、始めはっていう意味ですね。つまり、まとめますね。しかし、異なった色が最初は使われたということをあなたは知っていますかっていう文章になります。じゃあ次ね。About 150 years ago。一回ここで切れてるね。About は、 数字とかの前に来ると、およそ、約って意味になります。100は100ですね。で、and &50、これ50だから、で、イヤーズアゴーね。なんとか年。アゴーは何々前って意味なので、これで、およそ150年前って意味になります。およそ150年前に、どうだったかっていうのは次のページで行きましょう。 2ページ目映ってるかをね、ちょっとチェックしますね。はい、大丈夫ですね。はい、行きますよ。およそ150年前にどうだったかっていうと、The Traffic Light。ここは主語ですね。信号は、交通信号ね。交通信号は、また出たね。もう書きませんよ。えっ、ー、と、使われたと。B 動詞プラス、過去分詞で受け身ですね。in、イングランド。イングランドはイングランドです。 つまり、およそ150年前に、交通信号がイングランドで使われたっていう日になります。次ね、it was for trains.it は、これはトラフィックライト、ファースト、あ、ごめん、ファーストね、これ最初のって意味ですね。初めてのとかね。初めての交通信号がイングランドで使われました。で、それはってなってますね。それは was for trains。train はこれ電車ですね。電車、下に書くか。 4はね、なんとかのためのって意味になるんで、それは電車のために使われたんですよ。電車のためのものだったんですよってことになります。で、o drive trains at night。一旦ここでこうカンマがあるから止めましょうかね。えっ、ー、とね、この2は不停止の2ですね。不停止。用法は何だろう副視的用法かな目的を表すね。なんとかするためにって意味ですね。 to drive だから運転するためになんですね。何を電車をですね。いつ ?at night 夜にっていう熟語です。at と仲がいいですね、n i g はね。夜に電車を運転するために、どうだったかっていうと train companies ここが主語かな主語。で、put on がこれが動詞ですね。過去形かなこの put はね。で、na light, put on a light for signals.signal はこれ eyes って意味です。eyes. この方はさっきの、えっ、ー、と、どっかにあったよね。これか。のため。目的を表すものね。合図のために、ライトはライトでいいですね。ライトを、フットオンはね、まあこれ、透けるぐらいかな。点灯させるとかね。フットオンで、えっ、ー、と、一応書いとくね。点灯させるって書いときます。つまり、うんとね、夜に電車を走らす、運転するために、 トレインカンパニー、ごめん、これ抜かしたね。カンパニーは、これ複数形になってるんだけど、もともと単数は Y で終わって、これで会社って意味ですね。なので、鉄道会社はっていうのが主語です。鉄道会社が合図のためにライトを点灯させた、つけたんですね。それが始まりなんですね。じゃあ次ね。It was a white light. それは、ホワイト、白いですね。白い、 ライトでしたよってことです。でね、次ね、ちょんちょんがついています。white was the color that the drivers could see the best of all the colors。えーっとね、ここはね、ちょっと一つ文法が出ているんですが、これね、まだ習ってない人も多いと思うんですが、関係代名詞っていう文法です。何なのかというと、 関係代名詞ね、どうやってね、あの、作るかとか、ちょっと置いといて長くなっちゃいますので、どういう役割をするかをしっかり押さえといてください。ざっとからこう、塊が始まってね、えー、これ最後までですね。その前、その、ざってなだだだだだっていうところが、前の名詞を収飾するんです。この場合は色だね。つまり、大雑把なアウトラインっていうのはどうなるかっていうと、白はね、 主語ね。白は、これ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 な、色ですよってなります。これ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 な、色。ここに就職されるんですね。そういう役割が関係代名詞というやつです。あのね、詳しくはね、ちょっとちゃんとこれやらないとね、あの、身につかないので、こういうふうに訳すってことだけを今押さえておいていただければと思います。白は、じゃあ、ザットの中見ていこうか。ザ・ドライバーズ、運転手さんだよね。一応書いとこうか、この辺に。 電車の運転手さんですね。電車の運転手さんが、苦しすいはいいよね。これえ、見ることができ、まあ、過去形になってるけどね、見ることができると。でね、ここにもう一個ね、ちょっと文法があって、The Best。これね、最上級ってやつで、一番何々とか、最も何々っていう、 表現をするときに使うものです。で、ベストっていうのは、これは、グッドとか、ウェルま、上手にとかね、うまくとかね、の最上級なんです。の形ね。で、この場合はね、えっ、ー、とね、see, 見る。こっちかな。よく見ることができる。see well で、よく見ることができる。 見ると。それの最上級なので、一番よく見ることができるってなります。ドライバー、運転手さんが一番よく見ることができるんだよ。白はねっていうね、話です。で、最上級の時によくオブ使うんですが、なんとかの中にっていう意味、中でかなここの場合はね。で、オールザカラーズだからこれは全ての色。つまり、オブオールザカラーズでここでべての色の中でってなります。 はい。まとめますよ。いいですか白は、運転手さんが、すべての色の中で、最もよく見ることができる色なんですよってなります。白がね、簡単に言うと、運転手さんからはいろんな色があるけど、白が一番見やすいんですよねっていうことですね。そういう話になっております。はい。じゃあね、3ページ目いきたいと思います。よっ。 はい。見えますか大丈夫ですかねはい。じゃあね、3ページ目の文を行く前にちょっと水を一口。はい。じゃあ行きますね。So white was used for go. はい。そうはね、だから、一番よく見えるからってことね。白色が、はい、ここね、もう言いませんが、使われたんですね。何のためにかっていうと、go。進むと。 運転手さんから白が一番よく見,る見えるってさっきあったよね。なので、だからね、白色がね、進めを、に、のために使われたってことになります。もともと信号のす進めは白だったんですね。で、次ね。Two other colors were also needed for stop and caution. were needed and えっとね、うーん、どっから行くかな。4,5から行きましょうか。はい、ここね。ここまでが守護でこれがし詞ね。で、二つの 他の色ですね。が、は、オルソー。これ、オルソーは何々も、また、なんとかもって意味ですね。つまり、二つの他の色も、ここが大事で、B 動詞があって、ニーるの過去分詞形が来ているので、ここも、実は、は、にいる。で、受け身になってます、これね。 ミールは必要とするって意味の一般動詞なので、必要とされたんですね。いいですか二つの他の色も必要とされたんですよ。何のためにかっていうと、ストップ、止まれですね。と、コーションっていうのはこれはね、注意しろと、注意。今でいう黄色みたいな感じかな、これね、コーション。注意って意味です。止まれと、 注意のための、ために、二つの他の色も必要とされたってなります。まあ、それそうだよね。池だけだとね、あの、止まるときじゃ何色で止まるんですかっていうのがわかんないからね。はい。次ね。Let and green were used for them。ここは、まあ、難しくないかな。まあ、ここ受け身ね。もう繰り返し出ていますが、受け身です。赤と緑、青が、赤と青が使われたんですね。そのために、それらのためにって意味です。 はい、次いきます。あ、で、あ一応言っとくとね、止まれが赤ですね。で、コーション、注意がこの青ですね。もともと注意が青だったんですね、これね。はい、in those days.in those days は結構重要な熟語で、当時はって意味です。その当時は、どうだったかっていうと、to make the light red or green. ここも一回切れてるかなあ、A、colored glass was put in front of the light. えっとね。<laughs> ま、あ当時はどうだったかっていうと、これね、不定詞の to です。to make か。これ不定詞で、この辺書いておくね。不定詞の、これはね、副視的用法かなこれもね。なんとかするために、にと。えっ、ー、と、でね、make これはね、作るの make ではなくて、make A, B という形で、これでね、A をね、B にするっていう意味の、メイクの意味もあります。まさにこれはそうですね。The light が、これが A。で、Red or Green が B です。つまり、ライトね、信号でいいかなこれね、信号、ライトを、信号を、赤や、青。 にするためにっていう意味です。当時は信号を赤や緑にするために何だったかっていうと、あ、カラードグラス。あこれはね、えー、ガラスでいいですね。ガラス。で、カラードっていうのはこれは色の付けられた、色が付いたっていう意味です。カラードグラスで色が付いたガラスね。えっと、色のついたガラスが was put. これ、ここも受け身だね。受け身。 フットは置くとか、まあ、ガラスだから貼るとかでいいのかなこれはね。まあ、置かれたでいいか。色がついたガラスが置かれました。インフロントオブは絶対知らなかった人は覚えてください。なんとかの前に、正面にって意味です。正面。ね。何の正面かっていうと、これ、まあ、ライトですね。ライト、信号。つまり、当時、そのライトをね、信号を赤や青にするために、 色がついたガラスっていうのが、信号のライトの前に置かれたんですよ。つまり、こう信号があって、放っている色は白なんです。でも、赤くしたかったり緑にしたいから、この前にね、こう赤いガラスを置いて赤く光らせてたわけですね。そういう感じになってたとそうなんです。もともとのこのね、中に入っているライトの色が赤とか緑では青じゃなくて、 なんか、白のね、明かりで、その前に、このガラスの、色のついたガラスを置いて、光らせて、あの、その色に光らせていたっていうことになってます。はい。じゃあね、4ページ目に行きたいと思います。はい。大丈夫ですかね映ってますかはい。ではね、読んでいきたいと思います。もう一回水飲もう。はい、行きますよ。When the colored glass was broken。ここで一回、When の説が切れますね。 こっからここまで。何とかするときですね、ウェンは。何するときかっていうと、ザ・カラード・グラス、これが主語です。色のついたガラスが、はい、ここも受け身になってるね。ブロークンっていうのは、これは、ブレイクっていう動詞の、まあ、壊す、壊れる、壊すの過去分詞なので、B e 動詞プラス過去分詞で、ここは受け身の、 形になってます。受け身が連発してるね、この章ね。つまり、色がついたガラスが壊されたとき、どうなるかっていうと、train driver's h o h t h o h t はシンクの過去ね。思う。考える。の過去形と。と電車の運転手さんは思うんです。思ったんです。何を思ったかっていうと、the traffic light。信号が was white, 白。って思っちゃうんですね。そりゃそうだよね。あの、もう一回書くと、こう、明かりが照ってるわけですね、ここに。でね、この前に、例えば、赤の色付きのガラスをこう貼って、その赤のグラスが、ガラスがぶっ壊れちゃったとしたら、白いね、あの、光が出ているわけですから、それはね、5を意味してるってのを、運転手さんは認識するわけなんです。そりゃそうだよね。 あの、色ガラスが壊れてるからね、白にしか見えないので、ザトラフィックは信号がね、白色。白色って何だったかっていうと、池だよね、スズめだよね。つまり、ここどういう意味かっていうと、まだ続いてるか。not, レッドはグリーンだから、ここは、赤や、緑ではなくっていう意味かな。ノットだからね。これがあります。はい、ここまとめます。 色のついたガラスがぶっ壊れちゃった時に、電車の運転士さんは、赤や緑で、あ、青ではなく、緑でも青でもどっちでもいいけどね、赤や青ではなく、進めを意味する白色だと、信号機がまあそうだと思ったんですね。危ないよね。危ないですね。あの、本当はね、赤信号だったのに赤のガラスがぶっ壊れちゃって割れちゃってて、白を放ってたら、そのまま電車行っちゃうよね。ところが、 本当は赤信号なの、だったっていう時もあるので、そのまま行っちゃったら大事故につながっちゃうわけです。わかりますかねじゃあ次ね。This was a big problem. そりゃそうだよね。これは大きなプロブレム、問題ですね。まあ、外にあるからね、どういう理由でぶっ壊れるかわからないですからね、ガラスはね。これは大きな問題でしたよ、ということです。で、ぜん、その時でいいかな、これはね。その時、 Many people 主語です。多くの人々が、はい。began to は begin to の過去形。不規則動詞ね。begin to はなんとかし始めるっていう意味です。なんとかし始めたんですね。多くの人々がし始めたよ。持ち始めた。何を ?their houses 彼らの家ですね。家を持ち始めました。どこに ?around the station だから、 えっと、これは何とかの周りにって意味ですね。えー、周りに。駅の周りに家を持ち始めたんです。もう一回行きます。その時、その当時、多くの人々が駅の周りに家を持ち始めたよって言ってます。どういうことなんでしょうね。次のページ行きますよ。映ってますかね。はい、行きます。そして、まだ続いてるんだよね。そして、 There were many white lights at night. There were はいいですかね。この講座でもよく出していますが、えっと、there is. There are っていうのは、何々があるって意味だよね。いるあるです。人の場合はいるです。何があるか、あったかっていうと、many white lights だから、たくさんの白色のライト。光でいいか。まあ、ライトでもいいよ。 at night, 夜に。つまり、たくさんのね、白い光、ライトが夜に、その辺にね、存在してたんです。なんでかっていうとね、家が駅の周りにポツ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 いっぱい立ってくると、家から発せられる白いね、明かりっていうのが、どんどんね、その周辺にこう、ついてきたわけなんですね。そうするとどうなるかっていうと、The drivers couldn't find the light one. えーとね、これは、運転手さんたちは、くるンとだから、これはできなかったと。ファインドは見つけるって意味です。で、ザ・ライトワン。これは、えっ、ー、と、正しいかな、この場合は。正しい。ワンはね、これは信号を表している代名詞だと思います。ドライバーさん、運転手さんたちはね、正しい信号っていうのを見つけることができなかったんです。家がいっぱいあって、 立ちまくってね、こう、白い光が、光がね、こう、発せられていて、信号機もね、こう、白い光を発していると、結局ね、信号の色がどれだかわかんなくなっちゃうんです。っていうことなんですね。This was another problem.Another はもう一つの問題だったよね。これがもう一つの問題だったんですよ。さっき一つ問題点があって、もう一つこれがね、問題になってしまったと。で、For these problems. The c o m p a n i e stopped s using white for the traffic light ということに結論づいているわけであるんですね。どういうことかっていうと、まあ、r はね、なとかのため、these は this の複数形で、これらの問題ですね。これらの問題のために、ため、the c o m p a n i e s 会社は、鉄道会社のことですね。鉄道会社っていうのは、はい、ここ大事で、stop ing 系で何とかすることをやめたと。やめる。やめる。つまり使うことをやめたんですね。この ing は同名詞です。動名詞。何を使うことをやめたかっていうと、白色ですね。白色を使うことをやめたと。何のためかっていうと、ザトラフィックライト信号機ですね。信号。つまり、ここどういうことかっていうと、これらの問題のため、 鉄道会社っていうのは、信号に白色を使うことをやめたんです。ね、紛らわしいからね。ちょっと危ないですね。鉄道運行する上でね。で、まだね、続いてて、これが最後のページです。いきますよ。and changed the meaning of the green light from caution to go, just like today. ということになっております。えっとね、えー、単語からいこっか。<laughs> えっと、まず、change はいいかな。過去形になってるけど、変える。 変更する、変える。単語だけ見ていきますよ。meaning は、meaning、意味。意味って意味ですね。mean っていう動詞が意味するっていう動詞なので。で、えっと、これはさっき出てきたね、注意、コーション。で、to go は、これは、行けと、進め。で、just like っていうのはこれね、まさに、なんとかのようにっていう意味です。today は今日ですね。 はい。これでどういう意味になるかというと、変更したんですね。鉄道会社は変更したんです。何を意味を。何の意味ここね。グリーンライト。で、r o m t ゥ o があるね。フロムトゥ o これは青信号だね。グリーンライトは青信号。青信号の意味を変更したんですよ。で、r o m A to B で、 これで A から B へっていう意味になるので、青信号をね、注意から進め行けに変更しましたと。まさに今日のようにっていう意味です。まとめるとね、鉄道会社はまさに今日のように青信号を注意しろから行けという意味に まあ、青信号の意味を変更しましたよっていうことになります。こういうふうにしてね、交通信号っていうのは、今のね、青、進みなさいよっていうふうになってきたわけですね。知らなかったですね。面白い話ですね。はい。ではね、これにて、即単の中学版、交通信号の色の変遷という英文の解説を終わりにしたいと思います。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。では、失礼いたします。